モミジチャルメルソウは、雪の下かチャルメルソウ族の多年草。チャルメルソウ族で唯一の死有異種性の種である。チャルメルソウ族に、特徴的な植物体にある毛は、葉の表面と家系の単線毛以外にほとんどなく、この属の中では、死有一種であることとともに特異的である。地中の根茎は長く射上して、地上、または地表近くに細長い草で枝を出し、臨辺用。 または普通用をつける。根室用はやや多場性し、傭兵は長さ15から30センチメートルになる。葉身は長さ4から10センチメートル、幅4から9センチメートルになる。甲卵形、または卵円形で、基部は深い心形、先は鋭形、または栄線形で、円は5から7列する。葉の表面は、 戦力色で表面のみに荒い毛が治癒する牡蠣は4から5月。家計は高さ20から40センチメートルになり、短い線毛が密生する。先に相乗果樹をつけ、多数の花がやや密につく。花柄は長さ1から3ミリメートルになり、単線毛がつく。額頭は浅い頭塩水型で単線毛が密生する。学列片は5個あり。 三角状卵形で、長さ約1ミリメートルになり、花時に社会する。花弁は5個で平ら開けし、普通光子色を帯びた黄緑色で、長さ3から4ミリメートルになり、3列まれに5列し、列片は針状線形になる。湯髄は5個あり、花弁と耐性し、花糸は、約より、明らかに短い。尾花は、劣化直前の役は、単行色になり、 開花後すぐに劣化する。芽花は、薬は発達せず、中に花粉がなく、開花しても劣化することもない。脂肪は、貝で、花盤が、平らによく発達し、花中は、ごく短く、中東は二列して、やや飛行する。種子をつけるのは、メカブの実。果実は、果てで、種子は長卵形で、長さ約1ミリメートルになり、熟しても種皮は緑色、または、 炭石褐色でやや柔らかく、水に浮く。種子に、乳頭状突起はなく平滑である。日本固有種。本州の福井県、滋賀県、京都府の日本海側に分布し、山地の渓流沿いの斜面や岩状に生育する。渓流の水の下たり落ちる、苔むした岩場に、多く、しばしば群落を形成する。また、チャルメル相続の中でも、 特に水際に特殊化した種であり、サーが増水した場合に水没するくらいの水際に生える。和名、モミジチャルメル草は、紅葉草な草の意で、紅葉は、葉が中裂した様子が、モミジの葉に似ていることによる。種小名オスリーナは、カエデの葉のの意味。純絶滅器具2007年レッドリストまでは、絶滅器具ル類。ありがとうございます。